12球団最後の逮捕者を発表します。こちら、もっと磯谷がこんなもんか。大正義カープ、やっぱ現役じゃないとね。広島いないとか絶対嘘やろ。広島は1988年の永田のポーカー賭博が最後かな。 DV まで入れたら収拾つかなくなるな。日本人で DV の逮捕って聞かんよな。メジャーなんて DV やって消える選手何人もおるやんけ。飲酒運転やら DV やらでよく捕まってんじゃん。メジャー西武と巨人はチーム組めるやろ。巨人だけで組めるわ。巨人なら1軍2軍紅白戦できそう。大正義読売巨人軍、5年連続で逮捕者を出してしまう。巨人 OB は3ヶ月に1回は捕まってるイメージ。犯罪者の育成に定評のあるロッテ。マロ町遡ろう。またロッテが村田兆治まで遡るのか。また一切同情の余地がないんだよな。ロッテの殺人投手小川だって。ロッテの奪三振王4分の3が犯罪者で草。セサル草。セサルマジか。セサルかはよ。セサルは一人八役とか言ってファンを騙したことの方が悪質では。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。